ものすごい匂い。わあ、大量にあのボラが、死んでます。ものすごい匂いです。でこちらにもかなりの数のボラが打ち上げられてなくなってます。かなりでかいですね。60センチぐらいはありそうな感じです。で今日はですね、この高橋川の河口付近に来てます。で目の前に見えるのが水島の工業地帯になります。でこの上が水島の水玉ブリッジかな、玉島から、水島エリアに結ぶ、まあ、高速じゃないですけど、まあ、比較的スムーズに行ける道なんですけども、その下に、旭川が、旭川なくて高橋川が流れてるんですけども、大量のボラが、打ち上げられてます。ところどころで配線が見えるんですけども、その傍らに打ち上げられたボラが たくさんいます。あのものすごい匂いです。ここにもたくさんいますね。比較的大きいやつ。あ、こっち側にもいますね。たくさん1,2,3,4、ものすごい数です。これすごい数。ちょっとこのまま行ってみましょう。すごいです。すごい匂い。まだ生きてますね。生きてるんですけどね、目がなんかちょっと充血してるような感じですね。その他にもたくさんのボラが横たわってます。あまり足を踏み入れるエリアではないんですけども、時々ね釣り人がおられたりしてるエリアです。なかなか気づきにくい場所に打ち上げられたボラということです。
本当にあのボラ以外の魚がいないので、まあいないというかその上がってきてないので、やはりなんかあるんでしょうね。ロープの上に、もう紐のように、ぶら下がってます。もうこれを見ただけで異常ということがね、分かるかもしれないです。これに引っかかるということは相当のボラが、上がってきたのかなと思います。まあ、ただしね、大きな川で流れもあるので、大部分はね沖の方に流されたかなと思います。ものすごい数のボラが打ち上げられてますけれども、まあ、毎年こういう感じではないんですけども、一体まあどういうことなのかとちょっと調べてみた結果なんですけども、まあ、基本的にはね、特に夏場にこういうことが、起こるそうで、ボラが大量死する主な原因ってのは酸欠、まあ、その 水分、水の中に溶け込んでる酸素が、まあ、少ないということですよね。で、雨などでそこが、混ぜ返され、泥などがエラに詰まる。で、まあ、こういう夏場はプランクトンが、盛んになりね、盛んになってその酸素が、少なくなると、水中のね。で、まあね、これはまあ河口付近、まあ、淡水とかね、まあ、海海水でもね生きられる魚なんですけど、この河口になると真水とこの海水が入り混じるとこなので、でまたこの真水と、この海水に溶け込んでる酸素の濃度も全然違うので、おそらくこの海に出て酸素が少ない条件が重なったのかなと思います。ものすごい数のボラが、なくなってます。めちゃめちゃ気になるんですけど、あ、ここ階段があったんですね。石垣がもう独特ですね。昔はこの船着き場だったのかな。おそらくこの目の前の橋とかもなくて、まあ渡船とか通ってたのかもしれないです。という感じで今日はお送りいたしました。ありがとうございました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。